はい、皆さんこんにちは、レイです。ただいまですね、ミラノ省エイクマにですね来ておりまして、他にもイタリアの知り合いのとこ回ったりとかいろいろしながらですね、イタリアの旅をしつけてるわけなんですけども、この前にですね、ミラノ市内のホテルに泊まった時の動画先にアップしてるんですけどですね、そこからもうすでに2日3日立ってまして、でほぼほぼ毎日ホテルをこう転々としながらひたすらこう移動を続けてるんだけど、あのね、ホテルの Wi-Fi が遅すぎてアップロードもダウンロードも全然できない状況ですね。ちょっと困っております。日本からなんか急に届いた資料とかをなんかダウンロードしようとしても全然できない。パソコンつけておく、でなんか残り時間がバッてた時に1時間とか2時間とか出て、はぁ伸びてくと思って、でまあまあ風呂入るかと思って風呂入って、でもう一回パソコンを見てみると、そこで Wi-Fi が途切れてファイルがダウンロード途中で止まってて、はいやり直しみたいのをですね延々やってるんですけど、写真をですねいろんなとこでこうやって撮ってみたり、コンデジでこうやって撮ってみたり、アクションカメラでこうやってモニター見ながら撮ってみたりとかいろいろやってるんですけど、写真がいっぱいあって、なんかね行く先々がね、なんかメルヘンの街というかドラクエみたいでですね、なんかお城があったり、教会があったり、でホテルが宿屋みたいな感じだったり、で回廊のような街の中を歩いていって、もうひたすらなんかこう狭いなんていうの、道の両脇になんか中世みたいな感じの建物がドンドンドンってずっと建てたりとかね、すごい楽しいところでですね、その写真とか動画はですね、日本に帰ってからゆっくり、まあ、編集してアップロードできる場所でやろうかなと思います。でですね、この動画で1個前ですね、おやつを買いましたって話をしたんですけど、まず1つがですね、MotoGP とかワールドスーパーバイクのおなじみ選手のスポンサーとかチームのスポンサーよくなってますよ、このパタっていうお菓子メーカーのポテトチップスと、もう1個この、これサンカルロっていうメーカーなんですかね、この2つのポテトチップスを買ってみたわけなんですけども、なんかね、やっぱ外でなんかピザとかスパゲッティとかラザーニャとか食べてお腹いっぱいになって、でデザートでティラミス食べてエスプレッソ飲んで、もう贅沢なご飯をずっと食べてるんです。でホテルの朝ごはんはさ、ビュッフェで、まあビジネスホテルのビュッフェとそんな変わんないんだけど、出てくるのがもう朝から生ハムとかチーズとかがすんごいやって、なんか食生活は非常に充実しててですね、お腹いっぱいで帰ってきて、珍しくそんなに部屋でお菓子を食べずに、なんかもう疲れたから寝るってすぐこう寝る生活をしてて、ちょっとおやつがこんな感じで残り気味でですね、ホテルを移動しながらずっと持ち歩いてる状況でございます。でですね、今日はちょっと軽めの夜ご飯を食べてきたので、おやつをですね食べようかなと思って、このサンカルロクラシカ、サンカルロクラシカ、多分これがですね、まあ普通のその塩味とかベーシックなポテトチップスなんじゃないかなと思います。ちょっとこれ開けてみたいと思います。でさ、なんか袋にもう1ユーロって値段が書いてあるのね、1ユーロだから百何十円って感じでしょ。だからいくらで買ったっけな、これねスーパーで買ったんだけど、スーパーで割引っていう文化があるのかないのかね、よくわかんないな。でこのさ、肩の方はなんかオーガニックってわけじゃないんだけど、なんかね、油が少なめだったりとか、なんかちょっとヘルシー風なことが書いてある。でこっちの3からは別に何もそういうなんか気使ってます、意識高い系ですみたいな気配はそんなにないですね。でどっちもこれさ、MotoGP とかスーパーバイクでいろんなチームとか選手スポンサーしまくってるでしょ。だからパタはヤマハファクトリーにもスポンサーやってますね、これはスーパーバイクで。でこっちは MotoGP でよく見ますね、つなぎに入っていたりヘルメット入っていたりバイクに入っていたりとか。だから日本でいうさ、なんかカルビーとか森永とか明治とか小池屋みたいなところがスポンサーしまくってるわけですよね。だから例えば僕のさ、ヘルメットのここら辺とかにさ、思いっきりなんかカルビーとかって書いてあるような感じなわけですね。でなんかそれがかっこいいか、なんかレッドブルとかのモンスターエナジーとかなんかエナジードリンクとかかっこいいかな感じはあるんだけど、でもさ、まあ、よっぽどでっかい会社なんでしょうね。だから例えば日本のお菓子メーカーが日本国内だけで販売する分量と、例えばヨーロッパ内のどっかの国にこういうメーカーがあって、それヨーロッパ全土で売る、あもしくはそれをもうちょっと違う国多少の輸出するとなると、売る量が全然違うんでしょうね、儲かる量が全然違うんでしょうね。だからモータースポーツが文化的に認知されてる、理解がある、そこにスポンサーをすることに価値を見出すことができる、実際に効果が生まれるということもあるんだろうけども、なんか不思議な文化ですね。うん、じゃあ今日はですね、こっちがね150
70g で大きいんですよ。正解者はサンカルロ、こっちが、80g。 ちょっとお腹そんなに空いてない今こっちを開けようと思います。いや日本のコンビニに行ったらさ、いつも食べてるみかんとかオレンジが入ってるゼリー食べられるじゃん。ゼリー食べたい。ティラミスとかクリームブリュレとかパンナコッタとかなんかジェラートとか美味しいもの食べてるんだけど、普段のコンビニ食べてるものがちょっと恋しくなってきちゃった。じゃあちょっとこのサンカルロのポテチップいってみますね。なんか油の匂いが薄い気がする。見えますかね。まあ普通のポテトチップスですよね。普通のちょっと今あの部屋の明かりがすごいちょっと黄色い感じの白熱そうな感じなんだけど、ちょっとねカリカリというかはちょっとふにゃっとしてる。湿気てるわけじゃないんだけどふにゃっとしてる。薄っぺらいんだけどなんかもちっとしてて、なんかカリッカリというよりかはクシュってなんかね溶けるような食感。でカルビーの普通の味のやつよりかはなんかね苦みを感じる。でどこかでアラポテトとのアラポテトのようなお芋の味は香る、お芋の味はしてる。だけどアラポテトがマクドナルドのフライドポテトっぽい濃厚な感じがするんだけど、これはやっぱマイモっぽいかな。だけどアラポテトで使ってる国産芋でしたっけ、あれそれが売りなんでしたっけ、の方がなんか単純に野菜としての芋のグレードがそっちの方が高い気がする。美味しいんだけど日本のポテトチップスとね違う。なんか意外すごいねあっさりしてる。でなんかカリカリしてるやつともちっとしてるやつがまばらにいっぱい入ってる。なんか食感が均一じゃない。あっさりしててうまい。意外ですね。なんかあのギトッとしてるかなって想像してたんだけどあっさりしてて美味しい。これでなんかそのね苦味がね油の苦味なのか芋そのものの苦味なのか味付けの苦味なのかが分かんない。でもねの方の風味が苦い感じがする。面白いこれ。おいしい。サンカルロのクラシカ、おいしい。これねこれコカコーラです。はいもちろんコーラ飲みます。これちょっと細長い形状、日本のやつより細長い形状なんだけど中身がね 330ml だから日本のコカコーラの缶がもうちょっと背が低くてボテッとしてて 350ml、 細長くて 330ml っていう感じですね。コーラの味の違いは、ね、感じないですコーラの味の違いは感じない。でもポテトチップスはなんかね文化が違う感じがする。なるほど。実はですねサンカルロもう一個買ってるんですね。こんなのこの赤いやつはね、これね、なんかサラミの絵が描いてあります。これ、トラディツィオーネイタリアーナ。このトラディツィオーネがトラディショナル、トラディショナルイタリアンということでしょうね。だから何がどの辺が伝統的なのかがよくわかんない。で、グストサラメフィノチエットサルベティコ。全然何のことかわかんない。だけどまあサラミの味なんでしょうね。これちょっと温存してですね、また後日これ食べたいと思います。ちょっとコーラいきましょうかね。あいい音いい音。一日ね頑張った後のご褒美でございます。はい皆さんもお疲れ様でした。お仕事の方お疲れ様でした、学生さん学校もお疲れ様でした。コーラいただきます。乾杯。うまい。
やっぱねポテトチップスとコーラは鉄板の組み合わせね、究極だねこれ。世界中どこ行っても安定してるね。おいしいおいしい。ということでですね、まだ数日イタリアにいるんですけどもですね、なんかあっちのメーカー行ってこっちのメーカー行ってこっちのここ行ってここ行ってここ行って、これ視察してこれチェックしてここ下調べしてで、こんなことして打ち合わせしてとか、なんかいろんなことしてで撮影してロケして、だからいろんなことやってるんですけど、今すぐに話せる話じゃない話もいっぱいあったりするんですけど、折々ですね、その木が熟した時にですね、実はこんなことをしておりましたっていう話はですね後日できるかと思いますのでですね、イタリアにまたすぐ来る予定というのはないんですけど、今回これ何をしてたかというのはですね、後日ご報告をしたいなと思います。僕も自分で想像していなかった、想定していなかったようなですねハプニングというか、嬉しい話なんですけど、いっぱいあったりとかしてですね、このレイブログでですね、そこをお届けしながらですね、その様子、経過とかもお見せしていきたいなと思いますのでですね、エイクマのバイクのメーカーのブースを回りましたっていう動画も予定しているのと、あとちょっとその景色をお見せする、写真とか動画を予定しているのとですね、その統括的なところでエイクマがどんな風に見えたか、っていう感想の動画また後日ですね日本海で落ち着いて作ろうかなと思いますので、ちょっと全然絵代わりしないホテルの部屋がただこんな感じで、ちょっとなんか絵が飾ったって若干日本じゃないっぽい感じが出てればあれなんですけど、ということでございました。この狭苦しい部屋ですね、おっさんがポテトチップス食べるだけの動画だったんですけども、お付き合いいただいてありがとうございました。引き続きレイブログぜひご覧になってください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ということで以上レイがお送りしました。